ありがとう、みんな。こんばんは、ひろのりさん。花束、Thank you。ありがとね、こんばんは。こうきちさんもハート。Thank you。こんばんはね、みんな。やっほー。待ってたよ。ありがとう、みんな。ただいまです。うん、やっほー。トロネオさん、ありがとう。花束、Thank you。ありがとうね。あららさんもありがとう。花束、Thank you。マークもありがとう。ありがとうね。こんばんは。シュウミズさんもありがとう。Thank you。 うん。そうそう、バニーガールの絵文字、2種類ある。うん、こんばんは。ちょっと待ってね。なんか顔が赤い。よいしょ。はや来たよ。やっほー。うん。潮伊豆さん、天気をね、いっぱいありがとうございます。ハート。太郎さんもありがとう。みんなこんばんは。松尾さんもラブレター、天気。ありがとね。白郎さんも流れ星。ありがとうございます。うん、ジョイスさん、花束をくれるの？ありがとね、いっぱい。Thank you。ミャオさんもハート、Thank you。ありがとう。懐中電灯マニアさんも花束、ありがとね。嬉しい。Thank you。こんばんは。よし、ちょっと待てよ。こんばんは。気づけば綾沼にハマっていた。綾沼、うん、こんばんは。久保健さん、ありがとう。だるむちゃん、天球です。こんばんは。今日なんかもうすっごく目がしょぼしょぼする日です。うん、むっちゃん、ありがとう。むっちゃん、花束、Thank you ね。ありがとう。小枝さんもキラキラ、ありがとう。あー、ガッチャもありがとう、花束。ゆきも Thank you ね、うん。こんばんは。じゅさん、ありがとう。すごい、じゅっこも Thank you。 うん、ありがとうございます。こんばんは。ゆみちゃん。ゆみちゃんも花束、ありがとう。ゆみちゃん、ありがとね。お散歩行ってきた。ふくちゃん、カートに入れて、ちょっと遠くまで行って、遠く、まあ、すごい遠くではないけど、少し遠くに行って、カートでお散歩して帰ってきました。そんなね、いっぱいは散歩できないから、うん、でもね、今日やっぱお天気いいからかワンちゃんがいっぱいいましたね。ワンちゃんいっぱいいて、多分うちの子が最年長でした。うちの子が最年長でもさ、なんかさ、結構よちよち歩きのさ、老犬、シニア犬がいたんだけど、チワワの老犬がいて、可愛かった、歩き方が。なんかポッポッポッって声で、なんか歩き方がさ、あのよちよち歩き、シニア犬のかわいいと思って見てたらさ、でもその子も13歳ぐらいで、服カート乗ってたら、うちの子もうちょっとで16になるんですって言ったら、え、毛並みが綺麗って褒められた。若々しいわねって言われて、うん、嬉しかったです。そう、 うちの子確かに若々しいっちゃ若々しいのかもしれない。でも結構ね、ちょっと病気とかで介護は大変だけども、元気な時は確かに16歳になる子には思えないぐらい足腰がしっかりしてるからかな。ヘルニアとかにはなってないのでね。こんばんは、みんな。
今日ザ・ダブル出てないの、だってそっか今日言ってたね、出な今日今回出なかった、今回出れなかったとか言って、毎年出てるみたいに言ってるけど今回出れなかったんで、花粉待ってたね、鼻むずむずするよ今日絶対待ってるよね。白鷹さんありがとう、花束で去年ありがとう。あーちゃん少しお化粧変わった、ほんと変わったかな、今日はねカラコンしてませんカラコン やめました今日は。小太郎さんも可愛い、ありがとうそう、ムーミンは昨日かな、一昨日ぐらいから連れてきましたね、昨日かな。こちらこそ今日も配信ありがとうだよいやもうみんななんかまたやにゃんやってるぜっていう感じでやれやれ、またやに会いに来てやったぜみたいな感じで福ちゃんカートはキノピオかわいい福にキノピオの格好させたいの。うちのおいちゃん玄関のドア開けたら脱走して危ないよ、気をつけて。ふくちゃんもさぞかし気持ちよかった、うん気持ちよさそうにしてましたでさ今日さ、まあ、カートでこうやってお散歩してたんだけど、ふく顔こうやって出してこうやって見てたの外を。そしたらさちっちゃい子がさちっちゃい男の子がタタタタタって走ってきてさワンちゃんだって言って服の頭ポンポンポンってして服ちゃんで、あ服って言うんだって言った、服ちゃんって言ってかわいいって言って、うちの子ね犬には犬見知りするんだけど、あのちっちゃい子、人間のちっちゃい子にはなんかすごい懐くというか、吠えたりもしないし、なんか好きなのかなちっちゃい子が、タイムスペースさんありがとう、花束 Thank you え、シニア犬ほんとかわいいよ、私さ同級生の子とかさ友達とか、まあ、その地元のね友達とかさ、みんな結構同じぐらいのタイミングでワンちゃんをこう飼い始めて、だから私小学校4年生の時だったんだけど、もう周りも1年とか2年ぐらい違うとか、同じ年にワンちゃんを迎えしたりとかしてるからさ、みんなさ今おじいちゃんおばあちゃんなのみんなじいちゃんばあちゃんそう、昨日さ会った地元の子にももうさ13歳か14歳ぐらいのさワンちゃん飼ってるんだけど、おばあちゃんかわいい、飼い主に似て若々しいんだね、えおじいちゃんでも髪の毛ふさふさ、そういうことなの、こんばんは。そうでもさ、まずお手入れ、なんかシャンプーはねちょっと体負担かかるから、あんまりこう前みたいにできなくはなっちゃったんだけど、こんばんは、てつにさんありがとう、だるま Thank you、 マー君も花束 Thank you ねえすごい10位までありがとう、こんばんは。くしゃみが出るのは花粉だったのか、風邪の引き始めではないのに、でもちょっと難しいとこだよね今、気をつけてね。でもくしゃみってなるとさ、風邪より花粉の方がなんかねありえそう、やっほーやにゃーやっほー、初見さんもこんばんはね、ありがとうございます、本日じゃキラキラありがとうにゃんねこさんも花束 Thank you ね、さんちゃんもありがとう、花束 Thank you、なおさんも花束 Thank you ありがとうございます、松さんもキラキラありがとう、
キリタンショウ様ありがとう。キラキラ天気ね、みんなありがとうございます。こんばんは、うん、そうですね。これちょっと待ってね、今日いつもよりくしゃみ多かったかも。だってやっぱり私もすっごいムズムズです。かゆい鼻の、なんか鼻のこれかゆい、あと目がね開きづらい、なんかなんかこっちのさ二重がさ、なんかもう私アイプチとかするのやめてさアイプチするのやめて、一回もまぶたかぶれちゃってねやめたんだけど、なんかさ今こっちのまぶたがなんかちょっとなんか目描きすぎでちょっと腫れちゃってるのか、二重がなんか ちっちゃくなっちゃいました。まあいっかなんかもう、まあいっか、舞台ちっちゃくないでもいいや。やっほー、花粉にはアリジオンだ。やっぱアリジオンが一番効くのかな。やっほー、でもさありがとね花束Thank you、 福ちゃんを美容院とか連れてくの、だってトリミング。そう前はね、でもワンちゃんとかってそんなさ数ヶ月に、まあ、2,3 ヶ月に1回とかになるんだけど、あんまでもね、前回はシャンプーやめたんだよね、ちょっと具合悪かったからさ福ちゃんも。でもそのさもうちょっとしたらねシャンプーしないと、目のかゆさはね朝かゆかった、朝かゆかったけどこの間ほどじゃないかもこの間すっごいかゆかったんだよね、あの日何だったんだろう、異常に痒かった異常に痒かった。こんばんは。老化なの、私老化ですかね、老化。二重の手術するのに AI でイメージが作れるみたいに。何それ、どういうこと、 AI でシミュレーションができるってこと。ヘモティスターさんありがとう、あなたは Thank you、 ありがとね、お風呂嫌いないよね、だって福ちゃんお風呂嫌いです。お風呂嫌そうですね。たまにね動物でもお風呂好きな子いるけど珍しいなって思う。目のかゆみは花粉じゃないのかな、いやーな何かしらのアレルギーいやそう黄砂、黄砂かもしれない。この間は今日もそう、今日もそうなのかな。今日はさあこの枠で終わりにしようかなと思っているので、とりあえず8時ぐらいまでやろうかなと思います。みんなまったりお話ししよう。一応ねイベントが明日までなので、そう明日も昼間できそうだったらするね、日曜日だから昼間できるかな。ちょっと平日はね昼間が難しくて、ふくちゃんお風呂に入れると暴れるの、暴れないんだけど震えちゃう。たべさんの言う通りですわ、黄砂、黄砂かなこの間も目かゆい時ね教えてくれた方いたね、なんか黄砂すごいみたいだよって。そうそうそう、あいちゃんこんばんは。やっほー、なんか昨日さなまっちゃった昨日さ私ちょっと寝るの遅かったんですけど、なんかさ外でさすごいずっと話し声がしてて、なんか最初寝ようと思ってさ目つぶったの、お布団入って、それでさなんかさおにょ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 ってこう多分男の人の声なんだよね、なんかうんってすごい低いさなんか音が聞こえるの、え
何だろうと思って、最初私のさ、なんか幻聴幻聴かと思って、うん、うん、って思ったんだけど、まあ、多分どこかしらでそ、こうワイワイしてる感じの声、人も、まあ、なんか最初さなんか私にしか聞こえない声だと思ってなんかそのはっきりと話し声が聞こえるわけじゃなくて、なんかこう響くような感じのさ、怖くなっちゃって幽霊信じてないからさ、私でも信じてないけど、なんかそう3時前ぐらいだったから、人って気づいてちょっと安心しました、逆にうん、でもねちょっとこう夜ワイワイしてたのかなって感じだったんだけど、近所の方とかがね、そうだったと思うんだ、だと思いたいんですけどえ、なんだろうと思ってこうやってさちょっと起き上がってさ、とあ、誰か喋ってるよねうん、人の方がいいです人がいい、もはや幽霊やめて、幽霊は、うん、あとあとあとマックスさん310番さんありがとう、キラキラ Thank you ねお風呂行くよって言われた柴犬の絶望の顔が可愛かった、え、なんか私見たことあるかもしれない、うん、じいさんありがとう、流れ星 Thank you、 白鷹さんもお花 Thank you ね、ありがとう、うん、そう今日はねこの枠で終わろうかな、お昼もしたし、したのでちょっと、うん、この間カルピスソーダ半分残して寝て朝起きたら大きい雲コップの中でいた、うん、なんかさ飲み物とかさちょっと残ってるのはさ飲まない方がいいって言うよね、うん、うん、昨日3時ぐらい寝た、なんか怖くなっちゃって、え、怖い怖いってなっちゃう、うん、小さい おじさま風が強いと結構遠くの声も聞こえてくる、あ、昨日風強かったっけかね、うん、家のすぐそばに人がいても怖い、まあ、うちなんか私の家の前で喋ってるとかではなく、多分近所のお家の方が窓とか開いてたんかなって思ったの、それで前ちょっとなんか何人かでワイワイしてたのかなみたいな感じ の声だと思うんだよね、うん、そうよく聞いたらメイクの話してた、一緒に盛り上がってて、ちょっと入れてくれないとか言ってみんな、うん、本当に人だった、多分、うん、多分、うん、今日の夕飯しゃぶしゃぶです、だっていいね、しゃぶしゃぶ、今日私は私はとか言って、私は今日は唐揚げを買ってきたので、さっき食べてだいぶお腹がいっぱいなのでもう夕飯は終わりですアイちゃんの部屋いろいろ出ますな、虫とか、虫なんかもう、うん、しょっちゅう出ますわなすぐそこ山なんで、うん、ど田舎のすぐそこ山のところに住んでるので、ちょっと歩いたら、うん、山、エアドロップで知らない iPhone 出てきて怖かった、夜中に、でも多分近所の方だよねうん、でも急になんか送信しますみたいになったの、送信写真が届きましたみたいな感じってこと、どういうことだうん、こんばんは、 DM の記録ついたの遅い時間だったから、そう寝れなくてさ、それで目が覚めてどうしようかなって思って、で DM 送ってくれた方のやつに読んでうん、隙間女って何？でも男性の声だったよ昨日はね、うん、こんばんは、あ、そうゴルフはね今のところ音はずっと聞こえてません、うん、セブンじゃないです、
唐揚げはもも肉と胸肉どっちが好み？ももかな。唐揚げはももかな。HYKYOさんありがとう。花束 Thank you。 今日暖かかったねもつ鍋食べてます。もつ鍋いいな。そうなんか前も言ってたけどね、そうおすすめのもつ鍋紹介してくれたりとかして食べたいと思って、こんばんは台湾さんありがとう。ハート Thank you。 たしみさんもありがとう。ハート Thank you ね。今日買い物に行ったついでにカツ丼買ってきて後で食べるよ。カツ丼もいいですね。今日唐揚げの方いない？今日唐揚げの方、今日夕飯唐揚げだよって方、いらっしゃいますかね。なんか今唐揚げブーム来てるかもしれない。私あの肉まんブームに続き今唐揚げブームですね。昨日もさお腹いっぱいだったのにさ配信した後あの夕方ってか7時から配信して一旦終わった時になんかお腹空いちゃって、家でさあのチンするタイプの冷凍の唐揚げって食べた。本当に唐揚げ考えてくれた人ありがとうだよね本当にね。なんであんなに美味しいんだろう、なんであんなに美味しいものを。ありがとうございます本当に。お母様と言いに行った日から静かな、あそうなんかそうですね。くちちさんありがとう。花田は Thank you。 昨日唐揚げも食べたの？なんかごめんなさい肩が痛くて最近なんか嫌ですね。姿勢が悪いんだろうな。春日さんみたいになればいい。しゃぶしゃぶやめて唐揚げにするかなって。いやしゃぶしゃぶがいいよ。ハラシンで唐揚げ買ってきたけど今日はカレーで。買ってきたけど今日カレーなんだ。スーパーの天丼。ごめんなさいね肩が痛い。年に 2,3 回夜中に知らん人が枕元に立って。怖い子怖いこと言ってる急に。なんか急に怖いこと言ってない？どういうこと？それは金縛りとかそういうものですかね。夢とか。昨日コンビニの唐揚げ弁当だって。昨日唐揚げ弁当だった？お疲れ様。ルーキーズの向かいの焼き豚の都屋美味しいのよねだって。焼き豚アニャン連れて行きたいだって。焼き豚って焼き豚ってなんだっけ。焼き鳥、夕飯はおでんですだって。いいね最近おでんも好きよ。肉汁じわ。唐揚げはクリスマスイブに食べる予定。なんかクリスマスとかチキンじゃなくて唐揚げのうちもある。うちもねそういう時あったな。クリスマスチキンじゃ、まあ、チキンなんだけどなんかああいうフライドチキンじゃなくて唐揚げみたいな。あやぴこんな、いやーこんばんは。味の素の冷凍唐揚げ超お高めだけど美味しいだって。味の素、ハイゴレーとか言って。怖いんだけど。お祓いとか私行ったことないんだけどさ。ないんですよねお祓い。ねえなんかそう狐がついてるって言われたことあったけど信じてなかった。ね話したことあるけどね。そう狐がついてるって言われたことが中学生ぐらい、あ違う小学生ぐらいの時にあって、そうあったけど、あんまりごめんなさいね。私はそういうのはちょっとあんまりわからない人なんですよね。
券プレゼントするわよ、待って。いやでも本当にマッサージ行こうかな。肩重いってお経みたいなもの唱えてる、怖いだけども。唐揚げ同士で今日いらっしゃらないかも。今日唐揚げの人少ないか。フルートさんありがとう、あなたも Thank you。 ケンタッキーで好きな部位か、あんまりよくわかんないけど、あのウィング、ウィングだっけ、あのザ・チキンみたいな形のやつが好きかも。なんだっけ、ちょっと調べて。ケンタッキーでさ、リブとそのウィングと、あ、なんだっけなんかありましたよね。私ケンタッキーでさ、あ、そう、待って、ドラム、めぐちゃん花束ありがとう Thank you。 ねまつさんもハート Thank you、ありがとう。りゃんだま様ありがとうね、 Thank you。 わあ、天ぷらそばいいな、みんな美味しそうなの食べてお肉屋さんの骨付きチキン食べるよー、だって。今年は私もチキン買えそうだったら買おうかな。あ、サイ、ウイング、キール、リブ、ドラム、あ、そう、ドラムどっちうん、これです、これかな。リブでも大きいの食べたいときこれ取っちゃうよね、リブキール胸の部分だから脂身が少ないんだって。あ、でもこれいいね。ウィングはこれか。ウィングはちょっと食べづらそうだな食べづらそうだからあまり選ばんかもしれない、さっきウィングって言っちゃったけど。ドラムかな。でもケンタッキーは全然私、うち買ったこと全然ないです。本当に数えられるぐらいしかないと思う、26年間で食べた記憶がねあんまりないもので。お嬢さんありがとう、雪だるまかわいいありがとう。胸肉はやっぱりあっさり系なのかな、ちょっとヘルシーなのかな。ケンタッキーってたまに無性に食べたくなる、ケンタッキーね。あ、でもいいな、ケンタッキーでもちょっと今日ね、お腹いっぱいでなんかあれかも今日ちょっとお腹いっぱいかも、唐揚げいっぱい食べたから今日珍しく。結構ね、ニンニクががっつり系だったんですよね、だから結構胃にガツンときてますねかぜさんありがとう、花束 Thank you。 シャムさんもだるまありがとうございます、こんばんは。ケンタッキーは今どこにあるかな、長岡近くにはないです、近くにはないかな、ちょっと車で行かないとかな。あれ、アピタなんかありましたっけ、リバー線ありましたっけ。ケンタッキーじゃないか。こんばんは、カネルおじさんと今度ツーショット味付けは企業秘密。あ、じゃあ、あの味を出すのは難しいんだねうん、骨の軟骨の部分をかじる派、かじる時とかじらない時とありますかね。カツさんありがとう、
さん、Thank you。 ちょっとあの誰か肩叩きちょっとお願いしてもいい？トントントン、痛いよ。どうしちゃったんだろう。スイカゲームやりすぎ、もしかしてそれだスイカゲームやりすぎだよ今頃もう、うん、ルーゴさんありがとうね。すごい、勝ちさんいっぱいありがとう。さっき俺言ったかな、私ありがとね。ケンタッキー行くならマック行っちゃおうかなだって。グラコロ食べたことないけど、私あグラコロ、グラコロ私1回ぐらいしかないな私も。やったね。なんか今日すごい痛いんだよな。岩線にあるよ、あと愛宕上新の向かい。あーじゃあリバー線、昨日行ったのにな昨日リバー線行ったのにな。そう、充電終わってるかな。なんかちょっと時間かかるんだよね。なんか肩のさ、こうヘッドホンみたいな形でこうやって首にかけて、そうするとなんか EMS っていうのかな、ちょっと電気みたいなのがビビビビってこう出てくるんですけど、なんか整骨院とか行くとやってもらえるような、あの電気治療ってあるじゃないですか。あと低周波治療器っていうのかな、そう、なんかそれが自宅でもできるよみたいなのを少し前に購入して、まあ、朝と夜やりすぎも良くないので、肩痛いなって思う時は朝夜ってやるんですけど、まあなんかそれですっごく効いてるっていう感じは正直あんまり、なんかもう劇的にすごい変化があるみたいなのはないんだけど、でもなんか聞くといいなみたいな続けてたらちょっと良くなるんかなっていう、まあ、気持ちいいよね慣れてくれば。最初は電気系ちょっと苦手だったので私、うわーってなってたけど、でもレベルが確か1からどれぐらいまであったっけね、なんか結構あるんですよ段階が。私はレベル5ぐらいが限界ですまだ肩揉んであげたい、誰かいない、あのすっごい自分肩揉み上手よみたいな肩揉みのプロよみたいな方いないですか。多分姿勢なんですよね、姿勢が悪くて。お父さんに肩叩き、お父さんね力強いからさお父さん、ピップエレキ板を肩に貼る。そうね、ピップエレキ板イベント前に外さないとね、ちゃんとねあれ貼った跡とかも残るしね、ちょっとこう、エレキピップエレキ板のこう跡が。マチさんありがとう、あなたは、Thank you ね。こんばんは。俺はマックスでやる。慣れてくるんだわ。だって。じゃあだんだん私もマックスになるんかな。わしの百列指聞くわよ。だって百列指って何？肩こりしたら無理やりダンベル運動。あでもそうするとさ、この肩甲骨動かすからいいのか。なんか肩回しとかね、いいっていうもんね。あ、そうそう、これを購入したんですよ少し前に。マイトレックスっていう、こういう肩にこうかけてやるやつなんです、ヘッドホンみたいな。そうそう、ここの首に当たる部分にそのビビビって電気が伝わる部分があって、首をさこう濡らしてからやらないと、濡れてないと全然ビリビリしないんですよ。そう、こんばんはみんな。原因分かっていながらもまたスイカゲームするんだろうな、例えばパチモンって言われてるけどそのスイカゲームね楽しいよ知ってるよねみんなね
みんな知ってるよね、スイカゲーム。今頃やってるの私ぐらいだよね。え、でもさ、すごいびっくりなことにさ、昨日会った子もさ、1週間前ぐらいにスイカゲーム始めたんだって。だからその子は、その子もでもスマホでやったから、私とゲームアプリは違ったんだけど。で、面白いよねって話になって。なんで今頃こんなスイカゲームの話してるんだろうね。って言ってました。ちょっとね、流行りに遅れてるのでね。ありがとう、こたまさん、Thank you。 ありがとうございます。首掛け扇風機みたいな。確かにそうだね、さっきのやつね。そうそう、結構なんか、スタイリッシュっていうのかな。なんて言うんだろう、おしゃれよね。俺が肩もみやると肩に穴が開きそうなくらい強いから、もみ返しになっちゃうね。あんま強すぎても良くないんだよね。お母さんなんか今日スイカ作れたって言ってましたね、なんか。あ、今日かな、昨日か。あ、そういえば昨日スイカできたんだって言ってました。私も2回だけスイカでき、2回スイカできた。こんなにやってて2回しかできてない。2回しかできてないよ。上手い人は何万ポイントもいくの、スイカゲーム。私最高で3000ポイントしかぐらいしかいかんのだけど。全然いかないよ。え、待って、嘘ついた。あ、じゃあ嘘はついてない。3335。引く。引くすぎ。今頃で大丈夫だよ。俺は昨日初めてスイカゲーム知った。だって、やってください、スイカゲーム。正しくはスイカゲームもどきなんですけど、私がやってるのは。あつ森も意外と仲間がいる。いや、いっぱいやってる人はね、今でもいると思うんだけど、まあ、あの流行りにはね、ちょっと乗れませんでしたよね。一時期のね、あの発売したあたりの。こんばんは、みんな。どうしようかな、なんか歌おうかな。もう8時にもなっちゃうしね、あっという間に。今日は恋にしようかな。おっと、恋ダンスにしようかな。こんばんは。うちの甥っ子3000ポイントくらいって言ってたから、やと一緒。甥っ子くんと同じぐらいなのか私。ゲームね、私も飽き性、飽き性ではないか。あ、でもどうだろうな、グッとハマって、なんまない、何日かとかしたらやらなくなってる時もある。まあ別にね、無理してやることじゃないので。スイカゲームは3000点超えれば立派なもんだよ。本物はねって言われてる。そう、星野源さんの恋でいこうかな。こんばんは、みんな。よし、じゃあどうかな。まあ、じゃあみんな音量気をつけていただいて。みんなもじゃあ恋ダンスで、お願いします。いっきょー。街が暮れたら色むき、風たちは運ぶわ、カラスと人々の群れ。意味なんかない桜市があるだけ、ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。
物心ついたらふと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して、君の中にあるもの、距離の中にあることを、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ。みんなありがとう。あ、超えてくれてる。見にくいと秘めた思いは色づき、白鳥は運ぶわ、当たり前を変えながら、恋せずにいられないな、似た顔も虚構にも、愛が生まれるのは一人から、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して、君の中にあるもの、距離の中にあることを、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ。キャラキャラキャラ。盆踊りになっちゃう。盆踊りになっちゃうよ。わからなくて。みんなありがとう。Thank you ね。恋ダンスですよ、みんな。泣き顔も黙る夜も、揺れる笑顔もいつまでも、いつまでも、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して、君の中にあるもの、距離の中にあることを、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ、二人を超えてゆけ、一人を超えてゆけ。ちょっとね、適当に踊るなって。みんなありがとう、いっぱい盛り上げてくれて。みんなありがとう、みんな可愛い。わからない、ありがとう。恋ダンスでした。恋ダンスでしたじゃない、恋でした。恋ダンスでした。まあ、恋ダンスで合ってるんだけど、恋でした。みんなありがとう。パチパチ、 Thank you。 ありがとね、みんな。盆踊りになっちゃった、大丈夫。キラキラ、ありがとう。キラキラだった、キラキラだった、ありがとね。パチパチ、オリジナルダンスやぞ。あや、オリジナルってこと。みんなありがとうね、いっぱい盛り上げてくれて、 Thank you。 こういうダンスじゃないよね。エグザイルさんみたいにかっこいいダンスだったよ、だって。本当に。ありがとう、みんな。ちょっとお礼させてね。あ、どどどしません、お礼させてね。みんないっぱい盛り上げてくれて、ありがとう。まずね、ひろのりさん、ありがとう。音符 Thank you ね。まっつーさんも
あ、ぶ、Thank you。ありがとう。じゅんさんも流れ星、Thank you。ありがとうね。なおさんも音符、Thank you。ありがとうございます。あとね、やすうちーさんもありがとう。音符、Thank you。ふうこちゃんもありがとうね、ハート。ちょっとすいません。今度は。ありがとうね。マー君もありがとう。音符、Thank you、マー君。めぐちゃんも音符、Thank you。めぐちゃん、ありがとう。あとね、おぎょうさんもハート、Thank you。ありがとうございます。はくたかさんもありがとう。音符ちゃん、Thank you ね。ありがとう。梅さんも、Thank you。音符、ありがとう。くまどうさんも、花束、ありがとう。まさとさんも、Thank you。あなたもありがとうね。タイムスペースさんも、ハート。Thank you。次郎さんも、音符、ありがとう。すごいいっぱいみんな、ありがとう。デスパーさんも、Thank you。ありがとうね。松さんも、Thank you。音符、ありがとう。スタウェブさんもありがとね。 Thank you ね。にゃんねこさんありがとうございます、ハート。Thank you。 ドリーマーさんもハートありがとう。嬉しい、ありがとうございます。こちらもくまちゃんありがとう。みんな Thank you ね。ありがとうございます。ダス頑張った、みんな戻ってくれた。恋ダンスね、分かん、正しいか分かんないもん私も。ダンス配信踊れないよ、踊れない。恋ダンスでボンダンスって言ってるけど。こんばんはみんな。でも恋はねいいよね。逃げ恥かな。こんばんはみんな。私お礼飛んでないかな、大丈夫かな。お礼が飛んでたらごめんね、教えてね。こんばん、マツケンサンバ、金さんまで、これですか。お礼、お礼ですか。ちょっと待ってね。ダンスにゴン。何を言っている。よさこいなら誰にも負けないって言われてるけど、よさこいなんか一番踊れ、よさこいさ絶対体柔らかくないと踊れないよね。うわ目が少々してごめんなさいね、ごめんなさい。うわーとか言っちゃった。ごめんね。レイニョンさんもよさこいは小学生の頃に少しね、なんかよさこいクラブみたいなのがあって、それに入ったことがあったんですよ。で少しやりました。少しよさこい習いました。今日美容院でちょっといいトリートメントしてきたよ。だってちょっといいトリートしてきた、いいな。いいな、私も美容院行きたいよ。でも来週行ってきますよ。来週美容行ってまいる。まさとさんありがとね。あなたは Thank you。 ありがとう。こんばんは。よさこいがダンスに生かされてるの、いや生かされてる部分あるのかな。生かされてる部分あるんですかね。私はまあ、みんなにはすごい言ってるんですけど、踊ってみたっていうさ、踊ってみた動画ってあるじゃないですか。それを見るのがずっと好きだったんです。で中学生ぐらいの頃かな、中1ぐらいで、その時ニコニコ動画で
踊ってみたを投稿してる人のをよく見てダンス覚えてたんですよね披露する場所ないけど、うん、それで覚えるのが好きで、うん、なんかすごい独学っていうのは、うん、個人で楽しんでたなんか本格的なダンスはやったことないしわからないけど、それが楽しいかもわかんないけど踊ってみたを見てました。この前テレビで宮脇さくらちゃんのアイドルグループ見たけどダンスすごいなと思った。ルセラフィムさんですか？うん、かっこいいよね。うん、私は踊れないけど私は踊れないけど、鈴井とさ花田は Thank you ありがとね。こんばんは。次の日曜日に大好きな人に会えたい、ちょっとでも綺麗になりたい乙女心だって。次の日曜日楽しみ、うん、こんばんはYouTube で会いには戻っている。もう踊れるかな私。言う踊っちゃいないよと。マックスを歌うマックスとき踊りやすい、踊りやすいのかな踊りやすいと思う、覚えやすいじゃないですかマックスときは。うん、覚えやすいから踊りやすいのかなと思うけどサビじゃなかったサビじゃなかった未来は下の名もちょっと曖昧なところはあるけど、うん、踊れると思いますサビは踊れると思います。下の名も簡単だね。うん、畳が擦り切れるほど練習してた日々を思えば踊れるそう、 うち畳なのでね、家で練習するともう畳がボロボロになる、なるまで踊ってました鏡の前で。こんばんは。ノーウェイマンってどうなんだったっけ、すごいかっこいいやつだよね。どうだったっけ、踊れないです踊りながら歌う、どういうこと。スパイファミリーあっという間に終わったけど今回はあやさま大活躍、夜さんだったで、待って、どういうことえ、どういうことどういうこと、スパイファミリーあっという間に終わったけど今回あやさま大活躍、え、私活躍してた。まあね、ありがとうどういうの、なんかありがとう、そうそう、うん、大活躍、うん、え、うん、赤地さんありがとう、キラキラ Thank you。 昨日ごまきがモームスの曲踊ってたけど元気みたいな。ごまきちゃんかわいいよね。ごまきちゃんってごまきさんかわいい、ごとまきさん、うん、レボリューション、うん、王貞治、すぐい、すん、最後の手つないでるやつ、これ再現してますか、下の名のかわいいんだけどパーフェクトヒューマン、うん、なかったじゃなくて、あ、違って、あ、今パーフェクトヒューマン踊れるかわからない、うん、ピンクレディの UFO、 せっかくだから振りを、踊りも覚えないよ、ピンクレディさんの。
エボリューションが声だよね。最初が曖昧です。肩が痛い。多分最初の方がちょっと覚えたらいけるかも。でもちょっと今日は無理だ今日は無理だ。まあね、でももう8時になってしまうからね、今日もうちょっとしたら終わろうかなと思います。今日早く寝ようかな今日早く寝ようかな。寝れるかな。なんか寝ようと思うと寝れないよね。今日は寝ようと思った日に限って寝れなくなる。結局2時ぐらいまで起きててしまうっていうこんばんは。よいしょ。ほんでは誕生の方を呼びして終わろうかな。また会話が聞こえるよ。今日はどうだろうな。最近ちょっとなんか外にぎやかなんですよね最近ちょっと夜外にぎやか。私がね、最近なんかその遅い時間まで起きちゃってたりするので、なかなか寝つきが悪くてそう、寝ちゃえば全然わかんないんですけどね。寝なかったラジオ待ってありがとう。眠れなかったら急にラジオするかもしれないけど、でも一応これで終わりなので、明日ねお仕事の方とかもいらっしゃると思うし、早く寝てくださいねゴリラいいよーん。イシちゃんありがとう。 I love you, thank you。 よし、じゃあちょっと壇上の方お呼びするね。13位くじちーさん、12位がひろなりさん、11位がカツさん、10位がマッツンさん、9位がおきょんさん、8位がスターウェーブさん、7位がテパさん6位がカズエさん、5位がコタロウさん、4位がメグちゃん、3位がシューウィズさん、2位がマー君、そして1位がチュンさんでしたありがとう。やんとごめんね、今日はちょっと短いかもしれない、ごめんなさい。ありがとう。明日ちょっと、まあ、昼間日曜日なので、またお昼12時からできそうだったらさせていただきます。そう、でも明日このショールーム感謝祭イベント最終日になるかな、夕方と最終枠とやりたいなと思っているので、明日もまったりと楽しんでいけたらいいなと思いますみずちゃんさんありがとう、キラキラ Thank you ね。マッチさんありがとう、お疲れイシちゃんも Thank you ありがとう。ヒロポンさんも花束 Thank you。 マー君もありがとうリュウさんも結婚してありがとうね、ノリノリさんもユキ Thank you。 マッチさんも I love you Thank you ね、ありがとう、みんなお疲れ様、暖かくして過ごしてね、だってありがとう、みんなも暖かくして寝るのよ。いいですか、あの上はインでお願いしますねシャツはインでお願いしますね、みんな。はい、ハクタカさんありがとうテマさんもありがとう、じゃあね、みんなありがとう、またね、だってまたね、おやすみ、ちょっと早いけどおやすみ、あー、ごま豆腐さんありがとう、じゃあねー、いいんです、いいんでお願いします